リアイ・アサは、朝鮮民主主義人民共和国の政治家、軍人。中国名は、金沢明。中国共産党の影響を受けた、延安派に属していた、急戦会談代表団。左から買い方、東花、南日、リアイ・ア朝張平山1913年または1915年に、京昌南道東ライクに生まれる。幼い頃に、中国東北部に移住。 1930年代より中国東北部などで抗日運動に参加する中山大学を卒業1938年8月中央陸軍軍艦学校星子文工特別訓練班を卒業して同年10月から朝鮮義勇隊で活動する1939年に抗日軍政大学を卒業1940年 中国共産党に入党。1942年に朝鮮独立同盟や朝鮮義勇軍などに参加する。1942年末から北満州で地下工作を始め、1943年5月に友栄彦県で朝鮮独立同盟第12支部、1945年8月20日にハルビンで朝鮮独立同盟北満特別委員会を成立させた。 1945年9月に、ハルビン保安総体朝鮮独立大隊を設立した。1945年11月、独立大隊は、朝鮮義勇軍の幹部と合流して朝鮮義勇軍第三主体が結成され、リアイ、アサガ市隊長に就任した。1946年6月に、朝鮮に帰国する。1948年9月の朝鮮民主主義。 人民共和国の建国に参加する。朝鮮労働党の党中央組織部長や、商工副総となる。1950年6月に、朝鮮戦争が始まると、朝鮮人民軍の副総参謀長兼、偵察局長、前線司令部参謀長などを歴任する。1953年に、朝鮮人民軍中将となる。1953年7月に、 朝鮮戦争の軍事停戦委員会の中長側主席代表となる。1955年8月に中ソ連大使としてモスクワに赴任する。1956年4月に朝鮮労働党の党中央委員となる。1956年に発生した近日政の独裁体制を打倒する8月18件に参加する。その直後、ソ連に亡命する。亡命後、 ミンスク大学で研究生活を送り、政治学博士の学位を取得した。1989年にソウルを訪れ、朝鮮戦争は北朝鮮の南進計画によって始まったことを暴露した。同年8月に韓国に移住する。1992年1月に脱北者の組織の朝鮮民主統一嗅国戦線に参加する。その後、 1998年に病死、ありがとうございます。